前はシビナイのボス猫？後のやつ。久しぶりだな、麦わら。ロビンの居場所知ってんのか？言ったはずだ。あの女は俺が消し去る。とな。そういや、余計な3人もくっついていたな。あれもついでに消しちまうか。三刀流108ポンド砲。安心しろ、女は殺してない。楽しみはこれからだ。殺す？思い出すだろう、麦わら。お前たちが一度は死を受け入れた女を引き止めた場所だ。ロビンは生きると決めたんだ。今のあいつは絶対に死ぬなんて言わねえし、お前に殺されるほど弱くもねえ。悪はこの世に栄える。闇の正義の名のもとにいずれ裁きが下る。俺に任せろ。行くぜ。よく来た。てめえ！あいつらはこの上か。相変わらずだな、麦わら。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。やっけ。随分と力をつけたみたいだな。ああ、お前もな。舞台を変えようか。俺とお前の最終決戦にふさわしい舞台だ。爆撃砲、ゾーン系こそが最強の種。Thank you.
今の俺の力はある男によって与えられたものだ。あ、この島を出てあの女を本部へ連行することもできなかった。それもその男の意志だ。何言ってんだこいつ。誰だよその男って。それは、なんだそりゃ。どうやら分かったみてえだな。この島で起こってる奇妙な出来事の原因が。ん？オイラに何か用か？おーい！みんな見つけたぞー！おい！しっかりしろ！ロビン！あら、寝覚めに見る顔としては最悪ね。こっちの髪型の方が良かったが。うわ、なんだそれ、便利なのか。面目ねえ。ナミさんとロビンちゃんと一緒にいながら守れなかった。二人を危険にさらした。一応私もいたんですけど。まあまあ、サンジ君、幸い私たちの身に何もなかったみたいだしね、ロビン。ええ。それじゃあ俺の気が済まねえ。切腹だな。俺が解釈してやる。なんだと？てめえもさらわれてやがったくせに、クソマリモが。さらわれた覚えはねえ。覚えてねえだけだろうが。なあお前、なんでこいつらをさらったりしたんだ。さらったのはオイラじゃねえよ、オイラの親分だ。てめえの親分だと？